1977年のサロマ駅と周囲約500メートル範囲、右がシル方面、相対式ホームに面に線と、駅裏側に3本の副本線、駅舎横の中優別側に貨物ホームと引き込み線、駅裏の機構上へ引き込み線を有していた。かつては小さな機関区を持っていて、駅裏の中優別側に見える白く丸いものが埋められた転車台の跡。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成サロマ駅は、北海道ところサロマ町アザエ隊長に、かつて存在した、日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号はロマ、有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で、単式ホーム、島式ホームを複合した計2面2線のホームと、線路を有する地上駅で、 列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム東側と、対向側ホーム東側を結んだ、校内踏切で連絡した。駅舎側ホームが、上りの1番線、対向側ホームが、下りの2番線となっていた。島式ホームの外側の一線は副本線として、側線扱いで残っていた。この副本線の外側に側線を参線、副本線中途から分岐する。 行き止まりの短い側線を東西に各一線有した。その他、一番線の中、有別方から駅舎側に分岐し、駅舎東側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を一線、本線の網走り方、一、二番線の収束部分の点鉄来て前から駅舎側に分岐する側線を一線有していた。職員配置駅で駅舎は校内の北側に位置し、 端式ホーム中央部分に接していた。駅舎とは、別棟でトイレ棟を有した。トイレ棟は、駅前広場から向かって、駅舎の右側にあった。当駅が所在していた地名より、地名は、アイヌ語の、サルオマペの点下した。サロマペの前半部分に由来する。サロマ川を指す。旧駅名の中サロマは、サロマの中央部に位置していたため、中央冠した。 サロマバスターミナル構内や跡地にバスターミナルやバス車庫が設置されている。アバシリバス、サロマ案内所が設置され北海道北見バスも乗り入れていたが、アバシリ方面、中遊別方面、遠軽方面、ルベシベ方面の路線とともに2010年10月1日に廃止され、同日よりサロマ町ふれあいバスが町内路線を中心に運行する。旧駅構内は、 1989年4月から、サロマ町により、サロマ町交通公園として整備された。跡地は造成され、公園となり、D51 形状機機関車、D51565 号機と、それに連結して珍しい郵便、荷物合わせづり車であるスユに50系500番台スユニ、に50517、よ8000系車商車よ8017の3両、また、 D51 の隣に、デジュー系ディーゼル機関車、デジュー1677号機と、合計4両の車両が、生体保存、展示されている。当機には、降雪のため閉鎖となるが、その際には、すべての車両に、ホロがかけられるなど、保存に配慮がされている。敷地内には、腕木式信号機が2本設置保存されており、点鉄テコも存在する。また、 旧駅舎をイメージして新築された鉄道記念館が開設され、館内に駅名表、閉塞機、通票、保線用具、備品、乗車券、駅スタンプ、写真パネルなどの有毛線関連資料が保存、展示されている。以上は2010年時点のもので、2011年時点でも同様の状況であった、日本国有鉄道有毛線ゆかた駅、若里仮上高場サロマ駅、 堺橋仮上校上から、厚生沢仮上校上から、地雷駅、ありがとうございます。